こんにちは、神田です。昨日行われた新潟大宮の試合を詳しく分析しながら振り返っていこうと思います。昨日ね、かなり苦しんだ試合でしたけども、なぜ新潟が苦しんだのか、そしてなぜ新潟が3枚替えをして得点、先制点を奪えたのか、その辺をね、詳しく振り返っていこうと思いますので、サッカー詳しくなりたい方はよかったら最後まで見てください。試合開始は新潟のディフェンスラインにプレッシャーをかけていたと思います。試合開始は新潟らしい攻撃をしていたと思います。コウ選手と堀米選手がパス交換をして、コウ選手が堀米選手に出した瞬間に、コウ選手は前に走り出していく。堀米選手が小見選手にパスを出して、そのパスをコウ選手に落としていく。コウ選手がパスを受けて、自らドリブルで縦に運んでいく。コウ選手がドリブルしていくことで、大宮のセンターバックがコウ選手に食いつきそうになったら、大宮のセンターバックとセンターバックの間が空く。そこに谷口選手が入ってボールを受けていく。新潟の狙いは中央をどう崩していくかだったと思います。新潟として狙いははっきりしていたと思います。新潟のマイケル選手がボールを保持していたら、大宮の選手がプレッシャーをかけに来る。そうすると、コウ選手が空く。コウ選手がボールを受ける前に、前線の選手の立ち位置、ポジションを確認。ミトちゃんは大宮のボランチとボランチの間に立ち位置、ポジションを取っていると、この時点で認識する。ダイレクトでミトちゃんに出そう。大宮の選手はミト選手にパスを出された瞬間に、なんでミトがここにいんの?と思ってるはず。ミト選手がここでボールを受けたことで、大宮のディフェンスラインは下げざるを得ない。そのまま水戸選手がドリブルで駆け上がってシュートを打っていく。新潟は立ち位置、ポジション取りが上手いですし、選手の出入りが非常にスムーズ。伊藤選手がボランチの位置まで落ちてきたら、水戸選手がトップ下の位置に入っていく。これは約束ごとで決まっていたと思います。小島選手も冷静だったと思います。小島選手がボールを保持しているけど、画面に映ってないけども、マイケル選手がサイドで張ってボールを受けようとしていたと思います。小島選手はマイケル選手にパスを出さなくて、一回ね、ここでボールキープするんですよね。マイケル選手にパスを出していたら、おそらく大宮のこの選手がプレッシャーをかけに行って、マイケル選手のところではめて、はめられてしまう。大宮の選手の動きをよく見て、すぐにビルドアップをしていくのではなく、状況に応じてボールを保持していく、パスをつないでいく、そういったね、冷静な判断ができているプレーだなと思って見ていました。新潟のコウ選手がボールを保持している。前線の水戸選手が、ヘイヘイとパスくれとアピール中。伊藤選手は大宮のボランチに背後から顔を出してボールを受ける。伊藤選手がそこから中に反転しながら、伊藤選手にパスを出していく。その動きを見て、谷口選手が斜めに走り込んでいき、伊藤選手からパスを受けてシュートを打つ。この攻撃を見ていても、あくまでも狙いは中央から崩していく。その崩し方は、斜めのパスを連続して繋いでいく。大宮がサイドではめてボールを奪いに来るということを、事前に予測して、できるだけ水戸選手を中でプレーさせることで、中央突破をさせていく、中央から崩していくっていうことを常に狙っていたと思います。新潟の水戸選手がサイドでパスを受けて、クロスを入れていこうとするけど、大宮の選手に当たってしまう。このこぼれ球を猛ダッシュで藤原選手が拾いに来るんですよね。またそこから新潟の攻撃が始まっていく。水戸選手がボールを保持している時に、大宮がゴール前に7人引いて守っている。水戸選手が藤原選手にパスを出すけども、藤原選手はスルーをする。伊藤選手がパスを受けようとしたら、
大宮の選手が2枚食いつく。大宮の選手が食いついたその背後を水戸選手は斜めに走り込んでいく。その動きを確認して伊藤選手がヒールで水戸選手にパスを出していく。伊藤選手は相手の背後を取るようにパス&ゴーで裏のスペースめがけて走り出していく。水戸選手がパスを受けて藤原選手にパスを落とす。藤原選手は大宮の選手の間を割ってドリブルで入っていこうとしていく。ボールが前に大きく転がってしまうけども、これを伊藤選手がしっかりね、ペナルティエリアに走り込んでいってることで、伊藤選手がこのボールを拾って最後シュートしていく。大宮の選手が自陣に引いて守っていても、3人がイメージ共有しているからこそ、こういった場面、人数がいる守備の中でも打開できるし、絶対パスを出した後も止まっていない。パス&ムーブ、パス&ゴーで一つのポジションにとどまらず、前のスペースの使い方が非常にうまいだと思います。まあ、伊藤選手とか常に前に前に、こういったね、行こうとしている姿勢は素晴らしいなと思います。で、新潟のセンターバックの千葉選手のボールの持ち出し方が非常にうまいなと、高選手にマークをついているなら自分が自らドリブルで運んでいく、こういったねちょっとした判断なんですけども、素晴らしいね、千葉選手の判断だなと神田は見ていて思いました。で、新潟の水戸選手がボールを保持しているシーンで、おそらく谷口選手と水戸選手がアイコンタクトをしている。大宮のセンターバックが谷口選手の動き出しを確認。水戸選手が蹴る瞬間に谷口選手が斜めに動き出している。谷口選手の斜めの動きで大宮のディフェンスラインの背後を狙うけど、大宮のセンターバックに最後防がれてしまう。新潟の高選手のボールの奪い方が非常にうまい。ボールを一気に奪いに行くというよりも、大宮の選手に体を寄せながらプレッシャーをじわりじわりとかけて奪っていく。相手からするとこういったプレッシャーのかけられ方、こういったボールの奪い方は非常に嫌だと思います。で、後半15分から20分大宮に押し込まれる時間帯が続きましたけども、この柴山選手のシュートを小島選手が非常にね素晴らしいセービングで止めたなと思います。そんな嫌な流れの中で新潟が3枚替えをしてくる。松橋監督の中で後半20分ぐらいまで 0-0 の展開なら3枚替えをしていこうというゲームプランは事前に考えていたと思います。それを含めて選手に事前に伝えていたと思います。で、3枚替えをして何が新潟変わったのかというと、鈴木選手の横に篠塚選手、水戸選手が中に入ってきて3トップみたいになっている。篠塚選手、水戸選手が中に立ち位置、ポジションを取ることで新潟の両サイドバックが高い位置を取る。おそらくこの影、堀米選手のはず。そうすることによって大宮のディフェンスラインのところでは数的同数を作ることができる。新潟のサイドバックが高い位置を取ることで、堀米選手にパスが出たら柴山選手が食いついていく。ここから大宮のサイドハーフとボランチの間が空く。伊藤選手がドフリーになっていく。ライン間の間でボールを受けてターンをして前を向いてペナルティエリア内に侵入していくことができる。これは事前に考えていた、まあ、戦術というかプランと言ったらいいのかな、まあ、それはもう松橋監督がミーティングの中で選手に伝えていたと思います。新潟のサイドバックが高い位置を取ることで人もボールも動くようになるし、前線も流動的に動けるようになるなと思います。で、右サイドも水戸選手が中にいることで右サイドバックの藤原選手が高い位置を取っている。伊藤選手が落ちたら秋山選手がトップ下の位置に入っていく。新潟はこういうことをしてポジションが流動的に動いていく。これが新潟の攻撃だと思います。こうなった場合に、やっぱり大宮の場合は守備が混乱していたと思うんですよね。で、それが得点シーンへとつながっていく。
得点シーンは秋山選手から伊藤選手にパスを出す。秋山選手は伊藤選手を追い越して行こうとしている。水戸選手も前線に動き出していく。伊藤選手から鋭い縦パスが鈴木選手に入っていく。鈴木選手は水戸選手に落としてパスをつないでいく。水戸選手からダイレクトで堀米選手にパスを出す。ここにね、サイドバックの堀米選手がいるんですよ。もうね、ほんとポジション関係ないなって本当に思います。で、堀米選手から大宮のディフェンスの背後にパスが出ると、鈴木選手が反応して触ろうとするんですけども、倒されてしまう。けど、このボールが篠塚選手の前に転がってくる。篠塚選手は思ったはず。篠塚選手は復帰後初ゴールだと思ったはず。ですけども、後ろから怒涛のスプリントして駆け上がってきた秋山選手が、篠塚選手の復帰後初ゴールを奪ってゴールを決める。そして、篠塚選手は、秋山って言って、あって、追いかけていくシーンに繋がっていくんですけども、まあ、ここは神田が、勝手に妄想が暴走しているシーンです。すいません、申し訳ございません。まあ、松橋監督が思い描いていた、うまく、ボールが前線に運べなくなったら、選手を変えて、まあ、スリートップ気味、サイドを中に立ち位置、ポジションを取らせることで、サイドバックが高い位置を取って、そこからボールを運んでいく。まあ、狙い通りの攻撃。まあ、ベンチワークが見事に的中したなと思います。パスのテンポを変えたことによって、新潟の選手が前向きのサポートで、ボールに、パスに、攻撃に絡んでいける。前半から狙っていた中央から大宮の守備を崩していく。素晴らしいゴールだったと思います。同じポジションに留まらない。前に行く選手をうまく使いながら、プレイスピードを上げていく。最高の攻撃の形で先制点が奪えたと思います。まあ、本日はね、こういった感じで、まあ、新潟がなぜ、ボールがうまく前線に運べなかったのか、そして交代選手3枚替えをしてなぜ先制点を奪えたのか、まあ、そのことについて、まあ、触れていきましたし、まあ、各個人のね、選手の特徴、そして、まあ、役割って言ったらおかしいですけども、まあ、こういったプレーがすごいですよねっていうことを、まあ、ピックアップさせていただきました。まあ、こういったことは、次の山形戦でも、神田なりに分析しながらお伝えしていこうと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。